財務諸表を読んで投資をする人を一人でも増やしたい。どうもクラゲです。本日は世界最大の日用品メーカー P&G の財務データ分析をしていこうと思います。株式投資をする際は銘柄の財務諸表をしっかりと読んでから投資をするのが大切だと思うので、 P&G への投資を考えている方やすでに保有されている方にはぜひ見ていってほしいなと思います。それではやっていきましょう。まずは1分で簡単な会社概要を確認します。 P&G ことプロクター&ギャンブルは日用品メーカーの中で時価総額ナンバーワンの超巨大企業になります。メジャーなブランドだとファブリーズ、アリエール、パンテーン、SK2、パンパースなど聞いたことあるブランドをたくさん持っています。さらに64年連続増配をし配当に指定されていて、高配当銘柄として保有されている方も多いのではないでしょうか。近年の会社の動きですが、2014年にペットフード事業を約3000億円で他社に売却をしています。さらに2018年にはドイツのメルク社のヘルスケア事業を買収しています。売上高比率を見ると大きな偏りはなく、日用品全般をきれいに網羅した形となっています。データ一つ目は貸借対照表です。薄い赤色流動資産が薄い青色流動負債を下回っていて、資金繰りが厳しいんじゃないのと思われるかもしれませんが、P&G は年間のフリーキャッシュフローがモンスタークラスなので問題ない水準だと思います。濃い青色固定負債に含まれている長期借入金は23ビリオンドル、日本円で2兆円を超えています。額だけ見ると大きいですが、後ほど詳しく評価していきたいと思います。黄色の純資産に含まれている自己株式調整利益剰余金はマイナス 8.6 ビリオンドルでマイナスになっています。これは儲かっていないという意味ではなくて、出た利益を配当や自社株買いで全て吐き出しているのでこのような状態になっています。実際に自己株式はなんと 114.9 ビリオンドル、日本円で約12兆円積まれています。これは今までの自社株買いの額の累計が12兆円を超えていることになりますから、もう訳のわからない水準ですよね。続いて損益計算書の推移です。これはかなり特徴的な形していますよね。2014年までは80ビリオンドルを超える売上高がありましたが、2015年には売上高が70ビリオンとなり、約1兆円の売上高減少となっています。これは2014年のペットフード事業の売却と重なりますよね。事業売却による売上高の減少は市場での競争力を失ったわけではないので、そこまで問題視する必要はないと思います。そして何より紫色の当期純利益の水準は過去10年で維持されているので、競争優位性がなくなったわけではないのがわかりますよね。こちらは損益計算書から利益の部分と利益率を抜き出したデータです。こう見ると緑色の営業利益と青色の当期純利益は大きな成長はないものの、マイナスになったりしていないので安定感は抜群ですよね。利益率関係を見てみると、赤い折れ線で示した当期純利益率の過去10年の平均が 15% となっていて、米国企業の中では高くもなく低くもないって感じです。ただ日用品は単価が低く薄利多売になりやすい商材です。実際に日本の日用品大手花王の当期純利益率は 10% を切る年がほとんどです。なので同業他社と比較すると P&G の利益率は優秀です。利益率は市場での価格決定力を示すので、 P&G のブランド力の強さがわかりますよね。続いて売上高と営業利益の成長率で成長性を見ていこうと思います。2011年から2020年までの年平均成長率を示す CAGR は売上高がマイナス成長、営業利益が 3.6% となっています。こう見ると成長性はかなり乏しいですよね。成長性がない場合は理論株価との勝負になるので、しっかりと株価分析を行った上で投資をする必要があると思います。続いてキャッシュフローの推移です。これはパッと見ていい形しているのが分かっちゃいますよね。黄色いグラフで示しているフリーキャッシュフローは過去10年でマイナスを記録した年がありません。フリーキャッシュフローは配当金や自社株買い、そして銀行への返済などに利用できるので重要な項目です。
実際に P&G の場合は高配当銘柄であるということもあり、緑色の財務キャッシュローが大きくマイナスとなり、しっかりと株主還元をしているということが分かりますので好感が持てます。こちらは1株当たりのデータです。形を見ると先ほど確認した損益計算書と似ていますよね。ただよく見比べてみると1株当たりのデータの方が以前の最大値を超えて伸びてきていますよね。これは自社株買いの影響です。P&G は損益計算書が成長していませんが、自社株買いをしっかりと行っているので1株当たりのデータはしっかりと成長しているという具合です。株主の取り分は1株当たりのデータが示すので、ここは株主にとっては嬉しいですよね。続いて収益性を見るために ROE と ROA を見ていきます。オレンジ色のグラフ、自己株式調整 ROE は自社株買いによる ROE 水増しを防ぐために計算をしています。緑色の折線、 ROE は2021年に 31% を記録し、かなりの高水準です。しかしオレンジ色の折線、自己株式調整 ROE は 9% で低水準となっています。やはり自社株買いによる影響が大きいみたいですよね。しかしながら ROA を見てみると2021年は 12% となっていて、米国企業の平均が 6% であることを考えると高水準です。 ROA は利益率×総資本回転率で表されるので、 ROA が高い P&G は利益と売上高のバランスが取れていて十分な収益性があることが分かり魅力的ですよね。こちらは売上高費用比率、売上の何パーセントを各費用が食いつぶしているかを示したグラフです。ここの特徴はやはりオレンジ色のグラフ、販管比率の高さです。 P&G は宣伝広告にかなりの資金を投じていて、2021年は8000億円もの大金を宣伝費に使っています。実際 P&G の扱う日用品は製品の性能差で差別化を図ることが難しく、宣伝勝負になってしまうんでしょうね。青色の折線、研究開発費は単体で計上はされず販管費の中に含んでいます。ちなみに2021年は研究開発に2000億円を使ったみたいで、他の費用と比べると小さなものになります。日用品を考えてもそこまで技術革新が起こるものでもないので、今後も研究開発費は抑えられると思います。まとめると宣伝費が膨らんでいますが、商材的に仕方のない部分もありますし、研究開発費や償却費を抑えることができているので、トータルで見ると問題点はないと思います。続いて自己資本比率、流動比率、利益剰余金比率の観点から安全性を見ていきます。オレンジの折線、自己資本比率は 39% で十分にあります。そして青色の折線、流動比率は 70% で 100% を下回っていますが、 P&G のようなフリーキャッシュフローがモンスター級にある企業の場合は、利益によるキャッシュフローによって埋め合わせをすることができるので、資金繰りには全く問題ないと思います。緑色の折線、利益剰余金比率はマイナスを記録しています。これは儲かったお金を配当と自社株買いに使い、儲けによる現金が残っていない状況です。普通の企業であれば再投資ができていない企業として避けるところですが、 P&G の場合は再投資が必要なビジネスではないですし、株主還元をしている証拠でもあるので問題はないと思います。続いて長期借入金の側面から安全性を見ていきます。青色のグラフは長期借入金の推移で、折れ線はフリーキャッシュフローまたは利益の何倍の長期借入金があるかを示したグラフです。黄色の折れ線、フリーキャッシュフロー倍率を見てみると2021年には 1.5 倍でかなり低いです。これはフリーキャッシュフローをすべて借金返済に回せば2年足らずで無借金にできる状況ですので、 P&G の長期借入金は少なく財務健全であることが分かりますよね。こちらは利益剰余金とその変化率のグラフです。薄い緑色の調整利益剰余金は利益剰余金から自己株式を引いたもので、より現実的な数値となります。自己株式調整利益剰余金は現在マイナスになっています。これは株主還元で利益を吐き出している状態ということですよね。実際問題、 P&G には潤沢なフリーキャッシュローがあり問題はないんですが、一つ確実なのが利益剰余金は永遠にマイナスを掘り下げられるわけではないことを考えると、配当や自社株買いのペースは限界が近いと言えます。
なので今後の収益が変化しない限り、とりわけ大幅な自社株買いなどは期待できないと考えています。続いて株式枚数と変化率のデータです。枚数は年 2% から 4% 程度じりじりと減少していて、一株当たりの取り分が増えることになるので株主にとっては嬉しいですよね。こちらは一株当たりどれだけ自社株買いが行われたかを示す一株自社株買いと、利益の何パーセントを自社株買いに使ったかを示す自社株買い成功です。一株当たりの自社株買い額が年々増加していて、株主還元への意欲が感じられて魅力的ですよね。続いて配当関係のデータです。こちらは綺麗に増配傾向でいい感じですよね。さすが64年連続増配をしているだけのことはあります。さらに折れ線を見てみると、2021年に配当成功は 59% となっていて、余裕さえ感じられるところが本当にすごいです。なので今後も増配傾向は続くと考えています。最後に株主還元成功を確認しましょう。こちらの指標は利益の何パーセントを配当と自社株買いに当てたかを表すものになります。グラフを見ると、近年は利益を超える株主還元を行っているのがわかりますよね。ただ調整利益剰余金はすでにマイナスに突入しているのを確認しましたから、天井は近いと考えられます。配当王であることを考えると、自社株買いから削減されると個人的には予想をしています。最後にまとめです。動画で言ったいいところ悪いところを簡単にまとめています。 P&G は成長性こそ乏しかったものの、高配当企業の必須条件ともいえる潤沢なフリーキャッシュフローと財務健全性を満たしていて魅力的でした。そして自己株式調整利益剰余金はすでにマイナスになっていることを確認しましたね。これは排水の陣の状態で、もしも今後収益性にひびが入るようなら、財務悪化のリスクははらんでいると思います。ということでクラゲ的評価5段階評価で星4つをつけさせてもらいます。私はですね、財務指標を見てデータを可視化することで投資判断の優位性が生まれると思っていますし、そういう人が増えたらいいなと思って活動をしています。今日のような分析動画ではどうしても基礎的な会計知識が必要になってしまうんですよね。なので初心者でも財務データ分析ができるように、再生リストで財務データ分析のための会計知識というのを作っています。この再生リストを見てから分析動画を見てもらえると、納得感を持って楽しめると思いますので、こちらもぜひよろしくお願いします。今日も自由のために頑張っていきましょう。それでは That's it。 ご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルでは米国株の財務諸表データを分析しています。またツイッターでは1日1銘柄米国株のデータを写真付きで公開しています。銘柄リクエストも随時受け付けているので、チャンネル登録、コメント、ツイッターのフォローよろしくお願いします。